でもどうして？おお、これを試してみようかな。でもどうして？僕が命じられたのは命令の。じゃあ君自身の意見は？何せ対ケビン武装の話なんだよ。それに関連する研究がメイ博士に禁止されて、君はどう思ってるの？ほっとした？本当に話す気はないの？一応私たちは昔なじみでしょ。その理由は君自身が知っているはずだ。え？ビルビー、君はずっと不可能なことをしている。ちょっと理解できないんだけど。最初から僕に対抗できる単独で成立する武装はないと君は知っているだろう。それで？だからそれは不可能だ。あ、でもどうして？言ったはずだ。あ、いや、ケビン、ごめん。君に聞いてるわけじゃない。彼女たちに聞いてるんだ。今になっても誰かと目を合わせることは苦手だ。でもあの時彼女たちは何を証明したかったんだろう。じゃあどうして？実に懐かしい声だ。あったんだね。それでこれが本来のあなたなの？一人の詐欺師？すごいわね。驚いてるふりはやめて。とっくに君に見破られてることは分かってるから、私のために掛け合ってくれてありがとう。昨日ようやく君の名前を知ったよ。だから今日私に会いに来てくれたの？うん、嬉しいわ。それで、あの島で何があったの？メビウスったら全然教えてくれないんだもの。話したくないなら別にいいんだけどね。そう、あなたとメビウスの秘密ということにしましょう。でも、あなたを説得してほしいって彼女に言われたの。彼女曰く、火を追う蛾が向き合ってる敵が一体何なのか。あなたはもう分かってるはずよね。崩壊。その通りよ。実際に審査を行った人たちは、全員あなたを天才だって認めてる。魔術師、メカニック、コック。あなたは短時間でどんな人にもなれる。事実を詐欺に使うだなんてロマンチックね。今、ただあなたと似たような天才はここにもたくさんいるのよ。例えばメビウス。彼女のことはもうよく知ってるはずよね。うん。そんな人たちでも崩壊と向き合うときは手が回らなかったり、簡単に犠牲になったりするの。今あなたが望めばここに加わり残ることができる。けど彼女としては離れてほしいみたい。同類としてあなたはここで人生で初めての失敗に出会うかもしれない。自分の限界や
あなたにとって不可能に近いことに気づくでしょう。彼女はあなたと同じタイプの人間だから知ってるのよ。天才にとってそういう苦しみは死より辛いって。メビウスはとても優しい人でしょ。でも私としてはここに残ってほしいと思ってる。だって寂しそうな表情をする可愛い女の子に抵抗するなんて私には無理だもの。寂しそうそうかもしれないね。メビウスの言いたいことはわかるけど、心配はいらないと思う。だって彼女と似てるなんて思ってないし、はじめに他の人になった理由は単に自分が好きじゃなかったからだ。何かをする才能が私にはあるのかもしれない。けどそんなの大したことじゃない。なら失敗、限界、不可能は当たり前のことじゃない。ビルビーは天才なんかじゃない。ちょっとした才能を持った愚人なんだ。多くの人が私の周りでそう教えてくれることが嬉しい。ただそれだ。そう、私にも自分が嫌いな時期があった。自分を卑下する時期が。私は一生をかけて劣等感と和解した。今ようやく客観的に自分のことを見つめられるようになった。もしいずれかの才能の開花に干渉せず放っておいたら、私は天才の道を歩けたかもしれない。だけどそんな私はもう私じゃない。今日ここに立つビルビーもいないだろうね。最初から存在しなかったのかもしれない。でも久しぶりに彼女の声を聞けて嬉しかった。信じられないかもしれないけど、私は君の知ってる他の英傑とは少し違うんだ。私は生きてた頃でもほとんどの時間は眠ったままだったんだ。経験から考えれば、二十歳の女の子でしかないよ。何か問題でも？ここにいる誰よりも、この証拠は私にふさわしいでしょ？さて、これから、どうやって彼女のそばに行こうかな。一応、私の思考は結構広いし、待って。まさか、そのドラゴンに乗るつもりじゃ。え？待って、押さないで。雷の律者の君、ありえない。あの領域は確かに消えたはずだ。
君だね。やっぱり、私たちはあってもなくても変わらない足で、君が私が消えない限り、君は永遠に存在する。あってもなくても変わらないは違うけど、後者は合ってるよ。会うのは初めてだよね。その、元気？うん。元気。やっと現れる勇気が湧いてきた。勇気とか、そういうわけじゃ。ただ、指揮者に小さな嘘をついただけ。なんとなく、すべてが終わる前に、君に真相を教えるべきだと。すべてが終わる？ふん。わかったよ。君の計画だと。どうして、彼女ならできると思うんだ？それは、私たちの疑問でもあるんじゃない？このビルビーという名の人間は、あれだけの奇跡を作った。どうしてできたと思う？私たちはどちらもビルビーだし、回りくどい今まで会ったことがなかったから、君に教える機会もなかったけど、君は一体誰なの？君はずっとその答えを知りたかった。そうでしょ？詐欺師のもう一つの嘘。そんなの、君に教えてもらうまでもない。ここに現れる勇気があるなら、私たちの形勢は対等じゃないって。うん。だって今の君は、私が侵食された後に残った全部のデータだもの。君が存在しなくなったら、私もかなりの確率で消える。厳密に言うと、確かに。ちょっと自分を慰めるつもりでそう言っただけだよ。そうなると、いくら考えても、私が頼れるのは奇跡しかない。いい。すごくいいよ。螺旋の英傑。本物のビルビーは、どこから来るかもわからない奇跡を頼らないと。うん。そうなんだ。それは、予想外の喜びだ。なら、期待して、とことん期待すればいい。できれば、私があの暗闇でした期待よりも、ずっと強く。そうすれば、君が幻滅する姿を、もっと楽しむことができる。お客様、じゃあ、頼んだよ。もう少しスリルがあるかと思ったのに。正確に言うと、私たちとは言ってないし、ただ、見るという勇気もない。なんであんなトリックだ！天才ビルビー、律者に失敗を繰り返してもらうことが。天才じゃないって言ったのに、その言葉はもう今日たくさん聞いたよ。ブー様だね。でもその姿、私は結構好きかも。
君が切に願った奇跡はこちら側の味方だよ。何？別に驚く必要はないでしょ。自分の思考の中なんだから。外からの力に対して何もできないわけじゃない。切り裂くことは私も得意なんだよね。もういい。ここをむちゃくちゃにするつもりはなかったけど、君たちは少しも気にしてないみたいだね。この一幕はもっと騒がしくしてあげよう。これが私の全てを支配していた人？君に失望するほど5万年間の拘束に対してより憎しみを感じるだけだ。しないでよ、親愛なるお客さん。本当のクライマックスは今から始まる。さあ、もう終わったよ。これから何をしようとしてるか教えてあげようか。君たちを他の思考領域と共に分割するのをやめる。君たちをここに閉じ込めるんだ。この暗闇で私と共に永遠にだ。あの5万年の時間のせいで君はそんな風になったの。確かにそれは私が悪かった。ああ、それは正しい。でも忘れないで、私の正体を。ただ閉じ込めただけでは私を変えられない。最初から私は純粋な悪念だったからね。外もし違うって言ったら、君のいる領域は悪念を閉じ込めるための場所じゃない。あそこに存在したのは、どんどん入れられたのは、それは私の自信と自慢だ。アイデア、火花、過激な考え、それから私なら全てを変えられるという自信。残念なことに、それらはあの時代にも人類の文明にも向いてない。バカバカしい。そう思ってる？信じなくてもいい。ただ君に教えるべきだと思ったから。君もなんとなく気づいてたでしょ。だからこそ私は君のしたいことを理解し、次の行動を予想できる。なぜなら、何かを変えようとする人の選択は永遠に変わらないからだよ。何？まさか私がいい人だって言いたいの？だったら私は今、両手を挙げて泣きながら反省するべきなの？
まさか。今の君は確かに悪人だよ。もし、いずれかの才能の開花に干渉せず放っておいたら、私は天才の道を歩けたかもしれない。話は終わった？うん。私が犯した過ちは、私が決着をつける。自分だけを信じる君。そして、絶対に自分を信じない君。こういうことがしたかったわけじゃないけど、言葉より、もっと現実的な演出で、説明を始めよう。これは！あいつ、消えた？謎解きに付き合う暇はない。彼女が消えたなら君から始めよう。ようこそビルビーの単独ショーへ。魔術師？ありえない。私はちゃんと。すぐに結論を出さないでね、可愛いお客さん。だってこれからもっと大きなサプライズを目にすることになるんだから。ああ分かってる。けど何度も言ったはずだよ、こういうことに興味はないんだ。学者を呼ぶときにいつも間違えて私を呼ぶのはやめて。ああごめん。じゃあもう一回やり直す？これがサプライズ。間違えて二人も出しちゃった。二人を同一視するとは、砂糖と塩に違いはないと言ってるみたいだ。ええ、私と彼女の差は太陽と月のようだ。二つの光は同じ場所から出てるけど、実際は四人だけどね。ちゃんと言ったよね。これは、いや、君だ。君がずっと思考を分割し直して私の能力を壊してる。正確に言うと、彼女たちになってから分割してるんだ。もともと私の頭の中の思考だし、君に壊されても簡単に見つけられるでしょ。私のことを自分を信じないと言ったね。違うんだ、我が名はレギオ。こんな感じだからこそ私はビルビーなの。楽しみに待とう。全ての私が集まって螺旋になった時、私がそう望めば私にはそれができる。ごめん、君の体。どうやったんだ？私はただ、持ってるすべてを導いて、君の持ってるすべてと、もっとその二者の分量を比較したかったんだ。だから、これがその結果。実際、私は一撃にも耐えられなかったの。わからない。あの時、私たちは月で死んだ。それもわからない。けど、多分そうだろうね。私たち？ふっ。君自身と私たちを同一視しないで。私たちは雲の足だ。君とは違う。君は、え？君。気づいた？一応ビルビーの半分の思考だからね。君に勝つには
こうするしかなかった。自分を何度も分割したから、今の私は、みんなと同じように、足になったみたいだ。どうして？ただ、最後に残ったみんなと、ちゃんと別れを告げたかっただけだよ。残った自分とね。その結果を知ってるんだよね。うん。もうすぐ。私も君と同じように完全に消える。でも、その前に、自分の計画を十分に完遂させられる。またこの質問だけど、彼女は私たちじゃないのに、どうやったらできるの？はいはい、わかった。君がそう信じたから。その通り。私だって、侵食の律者を倒せるはずだった。もちろんだよ。だけど、それはみんなにとって最善の結末じゃない。君は私だ。その約束の重さを知ってるはずだよ。ふん。それで、もう終わり？うん。また。また？ふん。できれば、二度と起こらないように祈った方がいいよ。やっぱり、相手の目を見るのは苦手だな。これを君の方に置いたのは、最も穏当なやり方だった。何せ、私だけが君を止められるからね。さあ、これが最後のプレゼントだよ。これを持ってエデンのところに行って。絶対に落とさないようにね。ああ、おそらくもう助からない。それでも急がないといけない。私は自分が完全に消える前に、君をビルビーの思考から送り出さないといけないから。うん。それが、君がこれから君に話した、侵食の律者に勝つ方法を、古の楽園を建造したとき、専門家はいつもの癖で、プログラムわざとかどうかはわからないけど、私たちが気づいたとき、侵食の律者はすでに正しく、でも、それはあくまで、現状にとってだ。こう言えば、理解できるかな。ヒントは、理解できたみたいだね。でも、今の君はまだ気づいてないでしょ。けど、大丈夫。スーなら君に教えてくれるよ。これが全てのパズルだよ。デリシアはいつもそう。全ての始まりであり、全ての終わりでもある。なんて不思議なんだろう。君がずっとしようと思ってたあのことが、そして、今、私が自分の計画の中でできることは、私の記憶が正しければ、指揮者は君にこの話をしたはず。彼女一人だけでは、君に螺旋の命の説明はできないって。本当は私も同じ。でも今、もしかしたら、君は螺旋の果てを見届けられるかもしれない。私たちは一つになり、完全なビルビーになる。私と全部交換した時のことを覚えてる？心を開けばいいの。こんな風にね、かわいいお客さん。これがマジックのコツさ。君が驚いた時にはもう全ては終わっていたんだ。よく聞いて。これが私の最後のステージ。そして君は私の最高の助手になる。会場の準備はできたかな？もちろん。何せ永遠に終わらないステージなんてないからね。あ、悪役の真似もしてみよう。さよなら、かわいいお客さん。こんな感じだったかな。
うるさい奴だ。誤解しないで。自分に喜びを感じてるだけだ。木を打つ者だけが、称賛される価値がある。そうだろ？ならいい。でも、君がそこまで謙虚なら、君もうまくやったと褒めてあげるよ。ふっ、調子に乗るな。おや、メイ！やっと私の番かな？それは難しいかもしれない。彼女はテレ屋さんで、自分の見た目に、それに、彼女の話すスピードだと、君は会話が終わる。仕方ない。条件で、他に言いたいことはない？何でもいいよ。道理で、君の同僚が文句を言うわけだ。適当すぎじゃない？でも、いいよ。では、さよなら。初めて会う相手に、こんな話はおかしいけど。そうありたいと思う。私の願いなのかもし、料理を振る舞う機会がなくて、本当に私に関しては、これ以上言葉はいらないはずだ。受け入れなさい。本当の螺旋の命を。最後は、やっぱり私のところに戻ってきた線の果ては、その始まりである。とても合理的でしょ？真実で虚妄を作り、矛盾で意義、自己をバラバラにするのは、自分自身に対立を作ったからこそ、統一できる。さあ、持って行って、メイ。本当の螺旋の命を。これが、私が完成させられる、すべての配置だ。すべての謎を明らかにしよう。そもそも、私は詐欺師だからね。初めて会った時、君が私の部屋に入ってきたあの夜、すぐに気づいた。このお姉さんには、秘密があるようだって。嘘、かしら？いや、ただの秘密だと。ひどいわね。美しい少女をお姉さんと呼ぶなんて。私たち、歳はそう変わらないのに。むしろ、私の方が年下かしら。まあ、いいでしょ。せっかくあなたが出てきたんだもん。対ケビン武装、タイプ666。イニシエの楽園を丸ごと削除できるなんて、恐ろしい発明よね。ビルビー。その起動条件を。うん。これは専門家の設計だ。13英傑が残した全てのものに関わるし、全員一致も、多数決も、どちらも最善の選択じゃないと。それに、今も想像できない。ええ。少し。だから、エリシア、私たちに、物語を残すように働きかけたのは君だ。ならば、それにピリオドを打つのも、君であるべきだと思う。それって、私に決めてもらうってこと？そう。私が君のために用意したステージだと思って。君はビルビーの秘密を守ってくれた。私のことは、誰にも言わなかった。だったら、君の秘密も、最も盛大な形で幕を開け、最高の姿で、幕を閉じるべきだと思う。物語の結末ね。今まで一度も考えてなかったわ。でも、私の美的感覚で考えると、ビルビーも分かってくれるわよね。答えは、一つだけよ。なんとなく分かった気がするよ。私は、君を信じる。
私に服従しなさい。閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。吠えなさい、クリカラ。あら、まだ生きてたの？それなら、私はこう言うべきよね。ねえ、気分はどう？Thank you.